行こうぜ。皆さん、気づいてください。この国は歪んでいます。豊かに見える日本社会ですが、たくさんの若者は恩恵を受けていません。仕事はない、保証がない、蓄えもできない。未来を担うはずの若者が未来を描けないでいるのです。演説なんて別に珍しくねえし、政治とか興味ねえだろ。じゃ、俺についてこいよ。おい、よっしゃ。そういや、お前ミリタリー系とか詳しいか。まあ店員におすすめとか聞きゃいいな。とりあえず入ろうぜ。おすすめだ。てめえで気に入ったもん持ってきゃいいだろうが。不親切じゃね。オートマチックかリボルバー、どっちだ。オートマ。ちょ、いきなり車の話すんじゃねえよ。ここはマニアの来る店だ。ビギナーがたまると常連が嫌がる。ビギナーじゃねえし、こないだここで買ったし。覚えてねえな、こんな野郎。お前はなんか欲しいもんでもあんの？ふん、干渉派か。そっちの金髪よりは話が通じるな。うっせえ。してやんなら最初に言え。一応注意事項だ。人には向けないこと、運搬時にはカバンに入れること、札の世話にだけはなるだ。ミリアの偏見が高まると迷惑だからな。おお、そうかい。まあよく見りゃモデルガンとわかんだが、本物は重厚感が違え。そのうちいいもんおごませてやるよ。お前にその気があればな。今はビギナー向けだ。待ってろ、見繕ってやる。よし、やったな。かっこいいやつ買おうぜ。ジャキーンみたいなの。俺の金渡しとくから、いいの頼んだぜ。そうだ。おう。ああ、よし、どれにすんだ。そうか、おう。どうだ。気に入ったか。あ、どうだ。それに壊すんじゃねえぞ。ああ、よし、どれにすんだ。
そうか。ありがとうと思うね。ああ、お。あ、気に入ったか。そうか。よし。あ、いたずらに使うんじゃねえぞ。マスター、知ってるかい？先日の地下鉄事故も車掌が異常な言動をしていたってね。全身がどうのとか騒いでるやつ。ああ、何でも人格そのものが変わってしまうんだってさ。まるで心を盗まれたようだって。そんなバカな話あるわけないだろう。ありがとう。そろそろ閉店だ。ご挨拶だな。だから客が寄りつかないんだよ。味は悪くないのに。店がこれじゃせっかくの豆が泣いてるぜ。毎度どうも。またのご来店心より待ってるよ。やれやれ、親切で言ってやってんのに。ごちそうさん。ったく、めんどくせえな。あ、なんだ、今なら皿の一枚でも洗え。お前に関係ないだろう。店さえ潰れなきゃいいんだよ。愛想笑いしてまでやる気なんざないからな。そんな大したもんじゃねえよ。ここにいる限りみんなが放っておいてくれる。煩わしい話もめんどくせえつながりもない隠れ家みたいなもんだ。なくなってもらっちゃ困るが、それはそっちも同じだろう。だからお前も少しは役に立て。俺はもう上がる。面倒ごとだけは起こすなよ。これでひとまずパレスに行く準備は整ったな。次は潜入道具だ。奥に机あるだろ。その机だ。これで好きな時にいつでも作れるぞ。今回は我が輩が材料を提供してやる。キープ。難しく考えるな。習うより慣れろだ。最初これなら使えそうだな。これで準備は整ったな。明日からいよいよパレスだ。今日はもう寝るぞ。おはよう。ほら、急いで教室に行けよ。おはよう。もうじき退学だってのに殊勝なことだ。
はい、じゃあホームルームおしまい。君ちょっといい？確認したいことがあるだけ。すぐ済むから。早速今朝の件を進めてくれているようで助かりますよ、川上先生。どうも。なんだ吉沢、こいつと知り合いなのか？はい、前に助けてもらったので。やめておいた方がいい。君の輝かしい未来に傷がつく。さっき話しただろう。この学校には関わらない方がいい生徒が何人かいる。その筆頭がそいつだ。前歴持ちの転校生って、いいですかね、指導室入らせてもらって。おっと、すみません。では我々はもう行きましょう。指導の邪魔をするわけにはいきませんから。失礼します。入って。乱闘直入に聞くけど、鴨志田先生と何かあった？さっきのこともあるけど、ちょっとね。今朝お小言もらっちゃったの。君の名前出されてね。監督冬木届とかなんとか。あんまり詮索とかはしたくないけど、騒ぎを起こすような真似はやめておきなさいよ。あ、それとさっきの女子、ちょっかいとか出してないよね？ならいいわ。坂本くんとも付き合いあるみたいだし、鴨志田先生にも目をつけられてる。それに吉沢さんも。君ってもしかして体育会系の人に縁があったりする？ごめん、冗談。話おしまい。戻っていいよ。みんな分かってるんだろうな、
期限は5月2日だぞ。あの城に行ってお宝を盗めばいいんだよね。つうかお宝って何なんだ？そこ説明してくれよ。お宝ってのはパレス主の歪んだ欲望の象徴だ。いわばパレスの核だな。取っちまえばパレスは形を失うはずだが、鴨下のお宝が何かは我が輩にもわからん。そのお宝ってどこにあるの？それも入ってみなきゃわからん。どうせパレスの奥底に御所を大事にしまってあるだろうさ。まあ大体わかったぜ。とにかくお宝を探せってことだろ。まあそういうことだ。実際に行かないとわからないことも多いしな。とりあえず目標はパレスのどこかにあるお宝の場所を見つけることだ。不測の事態を避けるためにもできるだけ余裕を持って行動しろ。お前らの働き期待してるぜ。いいか？では作戦会議を始めようか。おしまい。よし、一暴れするとしますか。それにしても、ん？何？コードネームも決めねえとな。コードネーム？俺がスカルで、ジョーカーにモナ。アンドノの格好だと尻尾といい、こんな格好はもうなあ、お前どうよ？待って、その名前で今後呼ぶ気？絶対嫌だし。じゃあ何がいいんだよ。猫じゃなくてパンサー？割といいんじゃない？どういう意味だ？ひょう、めひょう。めひょう言うな。そんなことよりカモシだ。そうだったな、行こうぜ。じゃあ仕切り直して行こうぜ。こっからはガチで行くぜ。おいおいお前たちに我が輩がパレス攻略のイロハを教えてやる。主よりお言葉です。囚人、戻りました。実に結構、私の言葉を覚えていたようだが、更生させる甲斐もあろうというものだ。もったいぶっているわけではないのだ。お前がなすべき更生の何たるか、お前が美学を共有する仲間と出会い、現実に自分の居場所を見出した時、その時に改めて話してやろう。それもそう遠くはあるまい。今回はお前への支援について案内させてもらいたい。
お前はワイルドという素養によって複数のペルソナを扱うことができる。ワイルドは無限の可能性でもある。その素養の育成、我らが支援してやろう。そのためにお前のペルソナを処刑させてもらう。案ずることはない。ペルソナはお前の内なる人格、古き人格のいくつかを捨て新たな人格に生まれ変わらせるということだ。古き人格のいくつかを捨て新たな人格に生まれ変わらせる。それいわばペルソナ同士の合体。では実際に試してみるとしよう。まずは一体目のペルソナを選ぶのだ。ではもう一体のペルソナを選んでもらうが、その前に重要なことを教えておこう。以前協力者との絆について話したことを覚えているかね。ペルソナは心の力。お前が育んだ絆が強ければお前のペルソナもそれだけ力を得る。ことにペルソナの処刑、すなわち合体においては影響は絶大だ。絆を結んだ者らとアルカナを同じくするペルソナを生み出す際、大きな力を得る。ペルソナを合体させる上での指針ともなるだろう。わし加えてもう一つ忠告しておこう。合体で今のお前のレベルを超えたペルソナを生み出すことはできない。そのペルソナはお前にはまだ扱いかねるということだ。合体の結果予測とも照らし合わせ、己の丈に見合ったペルソナを選ぶがいい。これが合体後に生まれるであろう姿だ。スキルを継承させることで、もともとは持たないスキルも継承させることが可能だ。もっとも初めから難しく考え込む必要はない。まずは欲しいと思うスキルを選んでみることだ。強力な引き継ぐ技能を選びなさい。新たな力を授かることはないだろう。これはこれは。ペルソナの血肉からより強いペルソナが生み出され、新たにお前の力となった。戦いの場へ赴けばよりはっきりと価値がわかるでしょう。ペルソナを集めてくるがいい。多くを集め、多くをここで処刑し、より強いペルソナを生み出していくのだ。そして力を養うことがお前の構成であり、やがて破滅に抗う重要な鍵ともなるだろう。構成がはかどるよう、処刑の方法はいくつかの祭儀から選べるようにしてあります。しかも貴様の励み方次第ではさらに新たな祭儀の開発も主は考慮されるそうだ。泣いて喜べ囚人。お前の心は着実に抗う力をつけている。構成は順調なようだ。実に喜ばし
そこで私から贈り物を用意した。受け取ってほしい。よし。それは心の目を開き、闇に隠された獲物をも見透かす賊の技。今のお前なら使いこなせよう。より一層の攻勢に励むがいい。では望みがあるなら聞きましょう。ゲームの進捗はいかがかな。囚人刑を執行するのです。さあ選べ。やめるのです。見るのですか。閲覧なさい。登録を行うのですね。登録するのですか。もう終わりか。なんだ。時間です、囚人。どうした、お前。いきなり棒立ちになって。んだよ、ぼーっとして。お前、時々何考えてっか分かんねえよな。器がでかいってことにしといてやるよ。頼りにしてるぜ、ジョーカー。で、どっから取り掛かる？ひとまず、前回見つけた西館1階のセーフルームまで行こうぜ。いつもの入り口からすぐの場所だ。あそこから先はまだ調べてないからな。セーフルーム？行きゃわかるって。じゃあ出発しようぜ。
余裕すぎ、歯ごたえない。次は3体やめろ。別の手があるはず。この技が効きやすいはずだ。くらえ。ジョーカー敵を撃破。逃がさねえよ。残り一滴とどめだ。人間者にを締めてゴロ。うっし、お疲れ。ご苦労様。うん、楽勝。むう、いいか、暴いてやる。何者だ。よし、まずお手本を見せてやる。よく見とけよ。身を締めてゾロ。この隙にバトンタッチで交代するんだ。バトンタッチだぞ。弱点をついて同じようにやってみろ。仮面の力でバトンタッチで力が増してる。そんな手あげるのさ。バトンタッチでさらに次か。了解、やらないバトンタッチだ。踊れっかね。いいぞ、そのまま続け。バトンタッチでいいコールだ。畳みかけるぞ。よく聞け。だからって。じゃあ実行に移ろうか。暴いてやる。何者だ。なんだよこれ。神聖攻撃だ。やれ。まだ終わらないぞ。ゴー。残り一匹にとどめだ。バトンタッチ。俺の出番だ。さて、おお、こいつは。ああ。
我が輩にかかればこれぐらい余裕だ。暴いてやる。初めてだな、ジョーカー。さて、感じるぞ。ジョーカー、怪しいな。行くか。したぜ。注意しろよ。暴いてやる。何者だ。よし、こちらの先生だ。いただいていく。おお、合格クイーン。よ
ろしく。よし、バトンタッチでさらに追撃だ。残り1ピン、強力の愛。やるよ。まあ悪くないものだな。どうだい、アーマーよ。ブッシー、おっかえ、ご苦労様。よし、レベルアップ。さて、行くとするか。